どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。お腹が空いたのでまたご飯をいただくという、それだけの動画でございますが、今日買ってきましたのはですね、ちょっと豪華でございますね。明太子入り鶏天弁当でございます。これですね、200円もするんですよ。200円もするってすごいよね。ですね、定価がですね、399円という豪華弁当です。399円という豪華弁当なんですが、半額シールがついておりますので、199円ということで、200円のお弁当を今日はいただくということになっておりますね。で、結構ですね、重いんで、食べてなるのかなと思ったんですけど、まあ一応ですね、こちらもご用意しました。スープ代わりかな、どっさり野菜の塩タンメンですね。これ、そういうことですね、これをいただくという形でやっていきたいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いくださいということですね。どっさり野菜ですね。で、これが、すごいよね。ここにさ、こう書いてある。これ、明太子金福ってシール貼ってあるよね。これ、明太子、これさ、これどういう意味かっていうと、金福っていうこのブランドもんの明太子がここに入ってますってことですね。で、バッチモンのその明太子じゃなくて本当のブランドモンのその明太子が入ってますよ、すげえだろってそういうシールが貼ってあるんですね。ただまあバッチモンの明太子がまずいかって言ったら結構美味しかったりしてさ、ブランドモンよりむしろ美味しかったりみたいな、そんなことも実はあるんだけど、まあとにかくブランドモンの明太子が入ってますってことですね。でなんかこの辺ね、僕ちゃんお弁当こう運んでる時振りましたんで、ちょっとね、弁当の蓋の方にちょっとついちゃってますけどね、味は変わらないし品質も変わらないんで大丈夫だと思います。というわけで400円なんだけど、定価400円ね。で、半額で200円の豪華弁当で、今日のお昼ご飯は済ましたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますということで、ね、明太子入り鶏天弁当とかね、じゃあ行くよ。じゃあね、食うよ。で、どういうふうにやるか、まずは当然これにお湯を入れるわけでございますね。どっさり野菜だぜ。どっさり野菜が入っているわけでございまして、どれくらい野菜が入ってるのかな、どっさり入ってるのかな。そんな入ってないね。ご覧いただけますか。まあ入ってるけど入ってない。ただこれ膨らむんで、お湯を入れたいと思います。正確にまたラインにこう入れるわけですね。こうやってね、弁当を持ってこういうふうにやって、こんなふうにやってサムネイルでも撮るかみたいな感じ。こんな感じですかね、サムネイルはね。めんどくさいから別撮りするのめんどくさいんで。いや、なんと。武将だね。あ、塩タンメン、インスタントの塩タンメンのいわゆるそういう匂いがしますね。はい。で、この弁当は電子レンジで温められるかどうか考えたんですけど、明太子はですね、火が通って普通のたらこになってしまうと困るので、このまま冷たいまんまいただきたいと思います。で、お箸こういう袋に入ってるやつ、スーパーで一緒にもらってきたやつなんですけど、これね、割り箸なんだけど、これ前、別の動画でも言ったけど、これ割り箸のようで、じゃん、割る必要がないって、すでに割れてる丸い箸でございます。そういう箸でございますね。じゃあこれは早速ですね、いただいていきたいと思いますね。で、中に入ってるね、このレモンじゃなくてすだちが入ってんだよ。すげえだな。これさ、見て、レモンじゃなくてさ、すだちが入ってんですね。もうこういったとこからちょっとお値段が違う弁当だなっていうのがよくわかりますね。そしてもちろんメインのこの鶏天がですね、これ鶏天、多分鶏の胸かささみかどっちかだと思うんですけどね、胸肉とささみ肉の違いが僕にはあんまりよくわからない。まあ、で、ここに、これが鶏天なんですけど、ちょっと明太子がくっついちゃって、そうになってますがね。そしてあとですね、桜漬け、桜漬けがついてますね。で、付け合わせにこんな感じで、ここですね、これが、ほうれん草のごま揚げなんですが、ごま揚げの中にですね、ほうれん草だけじゃなくて、こんな感じで油揚げと人参とこんにゃくですね。うん、こんにゃくなんかも入った、こう、ごま、ぬたになってる、ぬたっぽい感じですね。の、ぬたあえですね。ごまがいっぱい入ってますね。非常にいいですね。そして、同じように、人参ときんぴらの、また落ちちゃった。人参と失礼。人参と、ごぼうの、きんぴらですね。これが入ってて、そしてここに、金福の、この、明太子。あ、結構、結構いい明太子だな、確かに。うん。ということですね。こんな感じになってると。それで、ここに、
くっついちゃった失礼しました。ここにくっついちゃったこの明太子ですね。これもまあこうね取って、うん、もったいないからいただいて、そしてお米を、あ、ご飯、これちょっとね前買った弁当だからね、うん、お、ご飯カチカチ、うん、ご飯がカチカチになってる。まあいいや、いや、まああとこれですね、うん、カップ麺ですね、こんな感じですね、カップ麺ね、これをいただく。ご飯がカチカチになってるな、これ。ご飯がカチカチになって、失礼しました。うん、欲しいみたいになってる。うん、ちょっとこの部屋寒いんだよな。寒い。この部屋ちょっと寒いんで暖房つけたいと思います。うん。これ。うん、ちょっと部屋寒いんで暖房入れます。寒いんで石油ストーブを入れ、まあ買おうかな、どうしようかとかいろいろ考えてるんですけど、うまいね、住んでるの。あとおかず紹介、こんなとこで卵焼きが隠れてましたね。あ、なかなかいいね、やっぱり400円出すといい弁当だな。うん、400円出すと結構いい弁当になるな。うん、このお米を詰まったのがカチンカチンになってな、カットソースはないとダメだな、こういう弁当はな。うん、じゃあすだちをこの上にかけてちょっといただいてみようかな。うん、ダメだなこれ。うん、どうしようかなこれ、なんかカチカチのパラパラのまんま食ってもな、ご飯が本当にですね、パラパラでカチカチになってます、ご飯が。うん、お、ほんとなんか、つくねの温泉が嫌だな。ちょっと、つくね、このつくねをあんま汚したくないんで、ほんと、どうしようかな。うん、メインチャンネル撮影用のホワイトボードがある。これが、これをこうやって、うん、で、ここに置いて、この上でこう食えば、な、机が汚れないですね。でこれでいこう、これ大丈夫ですね。カチカチでもほんとこうパラパラの、こうやって振ると米粒が下に落ちるぐらいパラパラになって、これ買ってすぐ食うべきだったら、失敗したらどうしようかな。まあいいや、ちょっと考えや。うん、うん、どうこれ、お湯かけてチンするか。うん、こうやって、こうやって、で、この、ここにこう、この、ほんとこう、ご覧になりますか？パラパラのお米になっちゃって、もう、なんか乾燥米みたいになってるんですよね。で、この乾燥米みたいになったらどうやって食えばいいのっつったら、乾燥に食ってんだから戻せばいいんですよ。どうするか。お湯にちょっと、ほんのちょっとだけお湯をさっとかけるわけですね。うん、それで、それで、これをこうツンツンするわけ、ツンツン。あってツンツンして、んで、あ、ほんとパラパラだな。で、ツンツンして、これを、こうやったら、電子レンジですね。うん。うん。よいしょ。よし。まあ、要するにあれですよ、ランチパックのご飯みたいなもんですよ。そういう感じで戻せばいいだけの話なんで、こういうところで人間慌ててはいけないですね。うん。うん。じゃあその間ね、カップ麺でもいただいて。このカップ麺はいまいちだな。うん、このカップ麺はいまいちだな。まあ安いですけどね、これ。うん、これ確か70円か80円だけど、安いカップ麺の中でもあんま美味しい方じゃないですね。
美味しいのはあの大吉って書いてあるやつは美味しかったな、この前食った。うん、まあ何事も好みがあるんでね、まあ、僕はこういうのが好きな人がいるのかもしれないですけどね。うん、うん、まあ、結構ずいぶん時間が大丈夫かな。うん、よし、よし、どうなったか。ちょっとこれで結構ふっくらになって食えるんじゃないかな。あ、完璧。あのね、欲しいみたいになってたご飯が完璧にふっくらで戻りました。ただちょっと明太子に火が通っちゃったからね。うん、あ、無関係うまい、この米。あ、マジでふっくらご飯になっちゃった。大成功でございますね。僕の人生で成功って珍しいみたいな。あ、このご飯、このご飯めっちゃうまい。あ、これは成功だ。うん、本当に欲しいみたいにね、乾燥してね、パラパラで硬くてまずくて食えなかったけど、お湯をかけて電子レンジでちょっと温めるとめちゃくちゃうまい。うん、あ、美味しい、これ。はい、何事も創意工夫が大事ですね、物事をね。あ、なんか失敗してないんだな。弁当買ってさ、何日も食わなくてさ、ご飯がパラパラになったらどうするかっていうと、いや、上にお湯をかけて電子レンジでチンすれば美味しくいただけるということは、まあ今日発見されたということでございまして、いや、僕も今日はさ、人生一歩前進したぞみたいな。うん、こういうね、細かいことの経験の積み重ねでですね、人生というのはこの豊かになっていくということがですね、言えるわけでございます。うん、まあまあまあ、うん、うん、うまいわ。あ、うん、マジでこのご飯うめえな。うん、あ、もともとこれ美味しいご飯なんだね、ほんま。うん、うん、あ、うめ。こういうパラパラになってるご飯ってね、結構昔から実はあって、まあ山登りしてる人とかこういうのやってね、お湯で戻して食べたりとかしてる人いましたよね。でもあれなんですよ、山の上でご飯炊くのってすごく難しいから、こういう乾燥米とか持ってって戻した方がいいっていう話は聞きますね。つまり標高が高いじゃないですか、山って標高が高いので温度が上がらないですよね。で、ご飯がね、美味しく炊けないで芯が残るみたいなことは聞いたことありますね。だから山小屋なんかだと、まずいご飯やっぱり出すとお客さん来なくなっちゃうから、圧力釜とか使ってご飯炊くとかいう話は聞いたことありますね。うん、山の標高が高いとご飯が美味しく炊けないから、うん、これはよく聞きますね。うん、でもなんか山の上でご飯炊くのってさ、かったりいいと思うんだよね、俺なんか。だからもうパンとかさ、インスタントラーメンで済ました方がいいような気も俺はなんかしますけどね。うん、戦前の日本軍、日本の兵隊さんは必ず一日こ歩いて野営したら、そこで必ずご飯を単語で炊くっていう戦い方を、ずっと第二次世界大戦中もやってたって言いますけどね。えらい負担ですよね、それだけだってね。なんかこう玉がなんか妙な色がついてるんだ。あ、これごぼうだ、きんぴらごぼうとくっついてたんで、うん、ごぼうのこのこれがくっついてるだけですね。うん、ああいう話とか聞くと
なんか本当はむちゃくちゃだなと思いますよね。戦争やっててさ、やってるのにさ、そこのあの隊長さん、まあ中隊長とか100人ぐらい指揮してるその人が、その一番考えなきゃいけないことっていうのは、どこで今晩テントを張るか、テントを張ってどこでお米を炊くかを一番考えなきゃいけないっていうんですって。だって、なんかもう戦争やってんのにさ、一番さ考えなきゃいけないのは自分たちの食い物と寝るところっつうんだからさ、なんかそれで戦争勝てるのかみたいな気はすごいしてるのよ、俺なんか。いや、アメリカ軍なんかなんかもう缶詰とかさ、そういったもん持ってその場でポッと開けて食うみたいなさ、そんなことやっててさ、もうそういったこと一つでも戦争勝てるわけねえよなみたいな。気はしましたよね。勝てねえよそんなんじゃ戦争はって。そんなふうに俺も思ったもんでございますよ。まあまあ。しかしこの山の上でカップラーメンはめちゃくちゃうまいって話は聞いたことありますね。まあお湯を完全に沸騰させて焼くようにすること自体が難しいって言いますね。でこのお弁当の上に残ったこのパラパラになってるご飯です ね、こういうのももったいないので、カップ麺のスープに全部入れたいと思います。でこれはもちろんラーメン屋さんとかでよくね、あれ残ったスープにご飯入れて食うやつとか言いましたよね。なんか追い飯とか言ってね、まあその要領でございますね。でこうやって、きれいに全部こういただけるものは全部いただいて食べちゃった、ね、それでまあきれいにこうゴミはきれいに捨てて、ね、小切りにしないとね。飯食った後俺ここ全部雑巾がけしてさ掃除機かけてるからね。まめに僕はお掃除をする男でございますよ。なかなかこの弁当ボリュームあったな。カップ麺いらなかったかもしれない。ちょっと食いすぎてる感がありますね。いいねこの200円弁当。これ200円だけで十分かもしれないよ。私あんなんか落ちたら大丈夫か。いや、あとで掃除機かけよう。ほんと、この弁当当たりだな。また買ってこよ。食った。なんかでも咳込むな。大丈夫かな。なんかずっとさオフ会とかはしごとかしててさ、酒飲みすぎてさ、その間ずっとくっちゃべってるから結構喉を痛めた感があるな。風邪ひかないように注意しないとみたいな。あ、失礼しました。ということで、どうもごちそうさまでございました。